はい、今日は炙り屋さんに来てみました。お店紹介なので、この中をちょっとご案内します。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。どうも。店内の紹介をお願いできますか。あ、はい、椅子のお席はこちらになります。これ綺麗ですよね。竹が。本物です。本物ですか。裏山で裏山で撮ってきました。はい。お座敷はこちらになります。半地下ですね。こちらは七輪の席ですね。今置いてないですけど、七輪がポンと真ん中に乗りますんで。あそこバイクありますよ。え、私の昔のファイティングマシンです。もう一台あるんですよ。はい。あ、2階どうぞ。はい。どうぞこちらです。よいしょ。あ、これまたいいですね。一番奥に隠し部屋がありまして。何部屋？隠し部屋ですね。合コン部屋ですね。これはちょっと屋根裏部屋的な、天井が低いんで、はい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 、頭ぶつけちゃうんですけど、まあそれも思い出になりますので。この骨組みがいいですね。よいしょ。はい、それではお店の PR など。はい、上州牛の美味しいところをお出ししております。上州牛は何どこの部分を食べても美味しいです。肉の甘みがじんわり出てきます。あと隠れた、一品でグリーンカレー、これもおすすめでございます。はい、一度食べたらやみつきになります。じゃあそんな感じでよろしいですかね。はい、はい、ではどうもありがとうございます。お邪魔しました。はい、またお待ちしてます。はい。